Radio. ために。 昨夜も力は満ちました。
聞く。手伝って。俺が受けて立つ。行くわよ。本望さえあったら。俺が受けて立つ。さあ、行くわよ。べきか。俺が受けて立つ。行くわよ。協力しましょう。
俺が受けて立つ。べきか。
前手。今のうちに手当てしましょう。べきか。行くわよ。あなたに癒しを。迎えに来られたんだ。50年も待たせて本当にすまない。消えては
ならぬ声だというに。さあ、姉さん、一緒に帰ろう。僕らの教授の声が聞こえてるんだ。お姉ちゃん、僕もここにいるよ。お姉ちゃんを迎えに来たんだ。迎え…姉さん、お姉ちゃん、私の呼びかけも数日か。ふざけるな。そんな簡単に諦めるなんて許さないぞ。ねえお姉ちゃん、お願いだから僕の声を聞いてよ。無駄じゃ。巫女の意識は奥底まで沈めている。レナモン、一か八か本当の君の姿で呼びかけてみてはくれないか。そんなのもうとっくの昔からやっていた。だけど私ではダメだったんだ。そんなことはないはずだ。私はね、ガブモンと再会して君たちと我々人間との絆の深さを改めて知ったのだよ。だからきっと姉さんも。僕もそう思う。元の世界でミユキが言ってたんだ。ずっと心の半分を主に奪われていたって。だけど今はミユキの心は丸ごと主の中にある。だからこそ今ならレナモンの声も届くかもしれない。しかしそれで私の声が届かなかったら、私はレナモン、僕はいつだってタクマを信じてる。タクマが僕の特別な相棒だからだ。レナモンにとってのミユキもそうでしょ。だったらミユキを信じて。ぐぅ、私の声が聞こえるか。無駄だとまだわからぬか。たとえ何度忘れられようと、何度その心を主に奪われようと、私はミユキを諦めない。だからミユキも私の元へ戻ることを諦めるな。ミユキ、あなたは私の半身なんだ。今の声、ずっとあなたの帰りを待っていたんだ。あなたが私に気づかなくても。だけど本当は、私を見てほしく。違う、
さん。みゆき。ダメ。私。私は。みんな。世界の虫なり。デナモン、逃げろ。姉さん、姉さん、姉さん。みゆき、みゆき、みゆき。あの声は私の大事な弟とあの子の声。行かなきゃ。私行かなきゃ。今すぐここからあの子たちのところへ。ならぬ。行かせるものか。やめて。私は行かなきゃ。時は来たれ。愚か者め。ガッ。俺が受けて立つ。歳を取ってしまったのに。根元は変わってない。デナモンもずっと昔のままね。みゆき、ようやくあなたの口からその名を呼んでもらえた。ずっと待たせてごめんね。いいんだ。私は雪が帰ってきてくれただけで。私も帰ってきたかった。でもここって。話は後だ。つらかるぞ。とりあえずみゆきの救出が最優先事項って話だったしな。明春、レナモン、みゆきを連れてここを出るぞ。よし、みんな行こう。みゆきも一緒に逃げるよ。ダメ、動けない。何かが後ろから。ならぬ、ならぬぞ。
この巫女は我が対岸の要とり。ダメ、力が、くそ、みゆきを掴んでいるあの手を何とかしないと。逃げて、私は、あいつに。ダメだ、姉さん、私は誓ったんだ、もう二度と姉さんを置き去りにしないと。だから私が、姉さんから離れろ。秋春、無茶だ。調子。教授、ダメだ、危ない、手を離して。それはできない、この手は二度と離さない。ならばその身を引き裂くまで。危ない。そうはさせるものか。私をかばったりなど。早く、みゆきを。え、何これ、レナモン、私、何を。みゆき、大丈夫。みゆきが心配するようなことは何も起きてない。だから、私のせいで。気にすることなどない。私はみゆきを守れれば、それでみゆきの大事なもの、あなたと、あなたの大事な春が無事なら、私は。あとは頼んだよ、本物の春、行け、早く、お姉ちゃん。レナモン、レナモン。大好きだ、私の運命のみゆき。が行かないなら俺が。ミノル君、無茶しないで。ここは無茶するところじゃねえか。ミノル、俺たちでやるぞ。ダメ、お兄ちゃん死んじゃう。姉さん、私は
じゃあ僕を一体どうすれば。タクマ、僕がいるよ。いつでもどんな時でも僕がいることを忘れないで。悪魔、タクマがくじけそうな時は僕に捕まってくれればいい。タクマがもうダメだと思っても僕だけはタクマの未来を諦めたりしない。僕がタクマの不安を全部なくすから。悪魔、僕はまだ諦めなくていいの？ミユキを助けたいって、世界を救いたいって願っていいの？当たり前だ。タクマの願いは僕が叶える。アキハル、どうやら先を越されたようだぜ。ガブモ、お前だってあいつと同じだろ。もう二度と諦めるもんかって決めたんだろ。ミユキを今度こそ助け出すってそう誓ったんじゃねえのか。だが私は結局、お前が諦めなかったからレナモンだって命を懸けたんだろうが。今度は俺に頼れよ。何のための相棒だ。秋春の手がミユキに届かねえなら俺が引っ張ってやるから。教授、僕はもうくじけたりしない。僕らにはアグモンたちがついてるんだ。最後まで僕らと一緒に戦ってくれる相棒が。だから教授も諦めないでください。一緒にミユキを助けてこの世界を救うって僕は誓ったから。そうだね、タクマ君。我々の進む道は姉さんを救うその先にしか開かれないんだ。なんだ体の奥が熱いよ。これは今まで感じたことのねえ思いが溢れてくる。ガブモ、ガブモ、僕これをずっと待ってた気がする。タクマの一番強い気持ちが流れてくるこの時よ。同感だ。秋春の強い強い覚悟が俺の中を駆け巡って。アグモン、俺らの熱はこの体には収まりきらねえぞ。うん、僕らは今から一つになる。アグモン進化。ガブモン進化。終止符を打とう。オメガモン。悪魔とガブモンが合体した。これは何ということだ。タクマ、アキハル、ここは私がオメガモンがやる。
オメガモンだと？マジか。でもこれならなんとかできるかも。ううん、できる。うちたちもタクマさんに続こう。オメガモン、ミユキだけを引き離せるか。オメガモン、頼んだぞ。姉さんを助け出してくれ。ああ、任せろ。引き離す。